はい、おはようございます。おはようございます。今日は学校は今日学校はちょっといやお休みして、波がめちゃくちゃいいんでサーフィンしようかなって思ってます。わかりました。今日は鍛錬くんはどういったサーフィンをしたいと思ってますか？いや、僕は鍛錬くんじゃなくて勉強マンですね。ダラララン、ダランジャガジャン。わかりました。じゃあその鍛錬の姿を見せてください。はい、決めるのでしっかり出てください。恥ずかしい、これ本当に恥ずかしいっす、これ。おはようございます。おはようございます。もう上がるんですか？上がります。朝上がります。家を出る時にはまだ車があったんですけど。あ、本当ですか？30分も入水してない感じですよね。いや、1時間はやりました。いやいや、それはありえない、ね、1時間しました。俺はボードを積んで行こうと思ったらまだの車があったから、はい、あ、まだ一応なんちゃと思いながら。いや、1時間は入りました。本当ですか？本当です。わかりました。じゃあそういうことで、はい、さようなら。はい、お疲れ。でも良くないです、波、うん、まあ軽そうですけど、そこは鍛錬くんが頑張るみたいで。鍛錬くん、はい、鍛錬くん頑張ってください。誰？鍛錬、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 鍛錬。おはようございます。おはようございます。ご結婚おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。どうでしたか、式は？式は、まあ、このコロナであんまり人呼べなかったんですけど、披露宴は来年にするんで、とりあえず挙式だけちょこっと友人呼べてよかったです。じゃあその日の夜はすげえ飲み会だったんじゃないですか？あ、なんか集まりももうやめとこうかってなってて、2人で別府行ってきました。ですね。ここ温まる温泉入ってきました。はい。今日はどのメンバーでサーフィンを？今日どうし、なんかゆったりサーフィンしようかなみたいな。大使はやるっぽいんで、鷹とか洋子っぽくて、まあ、ゆっくりサーフィンやろうかなと思います。わかりました。じゃあちょっと YouTube 用に撮影させてください。はい、頑張ります。おはようございます。おはようございます。今日の波はどうですか？今日の波は、腹胸、体重が重たい人には難しい波かなっていうようなたるめのコンディションになってますね。わかりました。じゃあ得意技をちょっと見せてもらおうかなと思ってますけど、ね、はい、エアリバですかね。得意技チューブなんですけど、ないんですよ今日。今日はないですね。今日ないですね。普通にフリーセッションしたいと思います。わかりました、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あ、僕もですか？おはようございます。おはようございます。なんか、もう宮崎を出ていくっていう話だったんですけど。また前戻ってきました。オファーが。どうしてですか？ちょっといろいろオファーがありまして。オファーとは誰からですか？プロサーファーの川端大志くんですね。あの方からオファーがありまして、一緒に右腕になってくれということで。店長です。今から海も入れず、店長、あ、オーナーは入るんですけど、店長入れずお店行ってきます。オーナーひどいっすね。ひどい、ブラック企業ですよ。なかなか厳しい。あの、笑顔の絶えないホワイト企業。よろしくお願いします。よろしくお願いします。わかりました。じゃあお仕事っていうことで。はい、お仕事です。お疲れ様です、はい、じゃあ頑張ってください。ありがとうございます。ひどいですね、ブラック企業。違います、違いますよ。しょうがないんですよ。もう本当に泣く泣く、あの店長にはちょっと今日だけは頼んだんで、よろしくお願いします。じゃあその分楽しんで。そうですね、いいシーンを撮らさせてください。あ、頑張ります。
い、お疲れ様でした。お疲れっす。エアリバースが決まりましたね。全然っすね。風が、あんまり板が降りなかったっす。すみません、もう一回押してください。風が、西風が、これ西風っていうんですかね。が強かったから、ちょっと板が降りなかったっす。僕のせいじゃないっす。風っす、ね、風。波の感触はどうですか？あ、いやまあ、調子いいっすね。いい感じで。セットが来たら、いい波っす。ちょっと空を見てもらっていいですか？上を見てみて、そのまま。鼻毛がすごいですね。成長期っす。これもまた、次回、謎を解け、鼻毛の。絶対乗せないでくださいよ、それ。俺が乗せないはずがないやろ。鍵水があるから、あ、お湯か、お湯があるから全部使っていいぞ。あ、ありがとうございます。じゃあ後ほど。後ほどね。じゃあ最後の締めをお願いします。今日も動画を見てくれてありがとうございました。まあいいサーフィンが流れるかどうか、流れたかどうかはわからないですが、この動画がいいなと思ったらグッドボタン、高評価よろしくお願いします。危ない。それではまた見てね。私は出てないけど。